はい、こんにちは。リジェクター DQ10 がお送りします、リック・ジアスですね、マグマグ010、今日で10回目になりますけど、動画も、実はですね、今喋ってますが、悲願のですね、なんと悲願のアルマータ様をゲットいたしました。はい。で、これ熊本県増代町っていうんですかね、あそこで多分初めて出てくると思うんですけど、一体だけ、これでですね、1回目はゲットできなかったんですけど、2回目に路角の鎖とかですね、すべての補助を使ってですね、なんとか路角をしまして、手に入ったと、アルマータ様でございますね。で、画面の方はですね、早速ですね、京都要塞が出てきましたんで、ユニットに組み込んで、ユニットリーダーにしてですね、来てるんですけど、まあ実はレベル1でいきなり使っていると。ただまあ装備はできる限り、今装備できるものの中で一番いいものを装備させてですね、で来ております。これは共闘ですから、まあなんとか突っ込んでいかなくちゃいけないですけども、まあ、戦車系はねちょっと足が遅いっていうかね、あれなんて読むんですか、渡るに歩って書いて徒歩じゃないですかね、途上わかんないですけど、この範囲がねヘリほど広くないんで、他にもあれですね、一丸式とかいますんで、ヘリは結構行くんですけどね、アルマータ様と、一丸式はちょっと足が遅いので、という感じなんですけども、これね、まあ、ペトロパウロは結構まあ初期のレベルだと思いますんで、で中途半端に入りますと攻撃だけされるんでね、どうかなって感じなんですけどもね、まあこのアルマータ様、可能な限りですね、これからは演習5回、まあ、1日2回できればいいですけども、とにかくいろんな部隊に入れ込んでですね、なんとか最短距離でレベル上げをしてと、あとは指令の方でね、マメタンとか、手に入れば最優先で、マメタンとかチャフィ手に入れば最優先でですね、レベル上げをして、主力にしたいと思います。で、まあ、ゆくゆくはですね、結婚してですね、ちょっとカーソルの反応が悪いんですけども、ゆくゆくはですね結婚をして、またさらに、レベルキャップの解放もしたいなということがありまして、マグマ軍もね結構レベルカンストしてるのはまだあんまり、ベレーザが80ぐらいまでなんですけどもね、この方をまずレベルカンストさして、それまでに、この共闘でですね、何でしたっけ、ルビーの原石ですか、これをできるだけ拾いかき集めてですね、10個集めて、ルビーの指輪にしたいなと。ルビーの指輪というのはマグマ軍と結婚する場合は、ルビーの原石を10個集めるとルビーの指輪になりますので、これをプレゼント、あとは愛情度がいくらでしたっけ、1000でしたっけね、になってて2回昇級をして指してると結婚ができるということなんですけども、他の武器娘とか駐屯地娘はエメラルドの原石ですね、ボスエリア攻略するとまれにドロップすると、これを10個いうことで、とにかく拾えるものは拾うという形でやっております。喋っておられます、美しい声ですね。最初はあれだったんですかね、アイドルバージョンだけしか喋れなかった、これは全体攻撃きまして喋れなかったんですかね。今もこのデフォルトというか純正といいますか、普通のアルマータも喋ってくれますんでね、嬉しい限りなんですけれども、ぼちぼちペトロパウロが大破になっております。
ちょっとアパッチが中波ですか、あと2ミリ、1ミリ、2ミリぐらいなんですけどね、うん、はい、とどめは地に帰りなさいということでアルマータ様がとどめを刺しました。まだちょっと攻撃力低いですけどね、まあレベル1ですからね、ええ、いうことで、はい、ありがとうございますアルマータ様、あなた一人でいいんじゃないですかね。お、ルビーの原石1個ゲットですね。この調子で頑張りたいと思います。早くレベルを上げたいという感じですね。はい、いうことで、はい、それでは最後にですね、マグマグ大図鑑ですね、今日は第9回目ということでこの方ですね、自走榴弾砲7号ピヨン、うん、これは前回出しましたアカーツヤと並んでですね、スタイリッシュ地上ということでガンバレーさんが命名しております、はい、こんな感じでちょっとスナイパーって感じですね。おっぱいランキングも同じですね、はい、小波中波大波ということですね、はい、いうことで、おっぱいランキングも8位ということですね、はい、ということで、今日はこの辺で失礼したいと思います。アルマータ様万歳ということですね。はい、どうも失礼します。